生きたままの姿が見られるのは世界的にも珍しいという深海のサメが沼津市で捕獲されました。今回、捕獲されたその名もオロシザメです。鱗がおろし金のように見えることから、こう呼ばれています。このオロシザメは、3月11日、沼津市戸田の漁師が、駿河湾の底引き網漁で見つけ、粟島マリンパークに生きた状態で引き渡しました。世界でも数十例しか見つかっておらず、さらに生きた状態はとても貴重だということです。このオロシザメ、早速、12日から粟島マリンパークで展示されています。出ています。日本の深海はすごいですね。こんなレア種が見つかるなんて驚きです。いまだに未知の世界が広がる深海、ワクワクしてきます。でも、このオロシザメ生きているうちに海に返してあげた方が良いと思います。研究材料なんて人間のエゴに過ぎないと思うからです。